スミダン・オージー,バー・バゲレン、放送とは、法律を扱う、専門職としてその実務に携わる者を言う。特に、裁判官、検察官、弁護士を指すことがあり、放送三者とも言われる。法律学研究者を含め研究放送、実務放送と呼び分けることも、稀にある。類義語に、法律家、放送人などがあるが、一般に、法学者とは異なる。日本においては、 裁判官、検察官及び弁護士を総称している言葉である。もともとは、大学寮に置かれていた、妙暴動の増紙を指し、後に、下級の監獄管理の意味で、それが転じて、法を司る官僚をという意味になり、裁判官と検察官を指す言葉として用いられた。明治初期は、弁護士は代言人と呼ばれ、裁判官、検察官とは別に代言人試験があったが、 後に高等分間試験を経て、戦後裁判官、検察官、弁護士の統一的な司法試験制度を採用するようになったことから、弁護士を含め放送3者というようになった。2006年の統計によれば、裁判官は3341名、検察官は2490名、弁護士は25114名。弁護士を、在や放送、裁判官と検察官を、 在庁放送と呼ぶ要例もあるが、在野と官僚を含意する放送とは意味が矛盾しており、言葉として不適当であるので、法律家と呼ぶのが適当であるとする見解もある。なお、国会議員や法制執務に携わる事務官、裁判所書記官、検察事務官、パラリーガル、宅地建物取引士、企業の法務担当者などは法律に関する事務に従事するものの、 放送と呼ばれることはない。英語のバーは法廷内にいるものという意味で、放送と訳されるが、裁判官に対する意味で弁護士を意味することもある。バーは放送所個人ではなくその集合体を指すので、放送団と分けするべきであるという意見もある。北米では放送資格を獲得することをアドミソン2バー、放送団に入団するという。ローヤーは、 法律家と訳されることも多いが、アメリカ合衆国では、司法書士、行政書士、税理士、交渉人という職種は存在せず、放送一元性を採用しているため弁護士から裁判官、検察官が任用され、法学教員も弁護士資格を保有しているので、通常は弁護士を意味するので注意を要する。英語圏の感覚では日本における企業の法務部員や、 隣接事業など放送資格を有しない、法律業務従事者もローヤーである。ドイツでは、一般に、放送三者に限らず、交渉人、法学教員、高等行政官、国会、大学、教会の行政担当者など放送資格を要する、業務についているものはすべてと呼ばれている。放送三者になる資格を放送資格と呼び、放送資格は一部の例外を除き、 原則として4年生大学学部を卒業または3年次中退後、大学院法務研究科等に合格、進学及び終了、または、司法試験及び試験に合格した後、5年以内に司法試験に合格することが要求される。司法試験に合格しただけでは、放送資格を自動的に得ることはなく、一部の例外を除き、原則として司法収集を終了して、 初めて放送資格が与えられる。なお、検察官、裁判官への任官は、これらに加えて、別ッ法務省や最高裁判所に採用される、必要がある。現行制度においては、法科大学院を修了、もしくは司法試験予備試験に合格しなければ、司法試験の受験資格それ自体が認められない点に、注意が必要である。 今江博道、増資 ISBN 978から4から 582131048P362、衆議院議員、鈴木宗尾君提出最高裁判所裁判官の、指名等に関する質問に対する、答弁書最高裁判所裁判官、簡易裁判所判事、副検事は、司法試験に合格しなくてもなることができる。また、最高裁判所裁判官経験者、 副検事が特別講座に合格して検察官として5年以上在職した者は司法試験に合格しなくても弁護士資格を有する。司法試験に合格した上で国会議員内閣法制局参事官や大学で法律学を研究する大学院の置かれている者の,の法律学を研究する学部専攻科もしくは大学院における法律学の教授もしくは准教授の職などにあった 期間通算5年以上経験した者または公務員や民間人として立法作業や契約書等の作成に従事した期間が通算7年以上経過したもので日本弁護士連合会の研修を終了して法務大臣がその終了を認定した場合は司法収集を経なくても弁護士資格を有する。ありがとうございます。